行います森森子子さん国民民主党新会派の森ゆう子でございずえ、私もコロナウイルス対策についてお聞きをいたします。今もいろいろやり取りがございました。改めてお聞きしますが、私が発案して、八田和歌子議員に、この予算委員会で1月31日に、この新型インフルエンザ等、 対策措置法の適用をを提案をさせていたただきましたそれ以来、ずっと適用できない、適用できないということを繰り返し、本来であれば適用していれば、ここにありますけれども、あの政府行動計画があるんですね、それに基づいて地方自治体もありますから、この1ヶ月間以上、準備が進んでいたはずだった。 えー、本当に何をやってたのかなと思いますが、えー、なぜ適用できないって言い張ってたんですか安倍内閣総理大臣あの。これはですね、新型インフルエンザ特措法の適用関係の詳細についてはです、ね、これは厚労大臣から答弁させますが、今回の新型コロナウイルス感染症は、原因となる病原体が特定されていることなどから、 これを同法に適用させることは困難であると、こう判断をしているところであります。まあ、その上で、政府においてはこれまでもその時々の状況において、必要な対策を躊躇なく実施をしてきたところでございます森友子さん。えー、昨日、足立委員、質問しました、その後総理とちょっとお話をされて、えー、あ一昨日かあの、内閣法制局長官ができないと言ったというふうに、えー 総理が足立委員におっしゃったということなんですが、それは本当ですかいやいや、総理が言ったことだからあの私が法制局長官ということを申し上げたのではなくてです、ねあの、これは政府としてですね、政府として、えーまえー、この、ま、国会外での立ち話の内容であって、これは、まあ、この言ったどうのこのとなる可能性がございますので、えー 説明することは差し控えますが、まあ、今回の新型コロナウイルス感染症は、これを新型インフルエンザ特措法に適用させることは困難であると、これは担当省庁が判断をしているということをお伝えをしたところでございます森友子さん。じゃあ、法制局には確認してないんですね安倍内閣総理大臣。あのこれはですね、まさに有権解釈をする上においてですね、これは法制局ということではなくて、まあ、そもそも第一義的にですね、 これはあの内閣府と、そして厚労省法において、まあ、そのように判断をしているということでございます森友子さん。はい一た言わないということになるかもしれませんけれども、足立さんからはさっき、総理からは一昨日、内閣法制局ができないと、内閣法制局から適用できないと言われたから、適用しなかったんだという説明を総理から受けたって言ってました。 えまあ議員同士の立ち話について、ここでですねえこのどういう会話がなされていたかということについてご説明することは差し控えたいと思いますが、まさに政府、これは政府としてですねそういう判断をしているということでございます。あのこの法律については、内閣府がこれは有権解釈をするところで、内閣府が有権解釈をするところでございますが、同時にですね、 あのこれはあのまあ厚労省の運用に大きく関わってくることでございますから、厚労省からもそのように説明を受けているということでございます森裕子さん。まあ解釈を変えれば、すぐ適用できたじゃないですか、さっきのがその例ですよ。ということで、このまあとにかくえ改正をして、これを適用したいというお話だというふうに伺っておりますが、どこを改正するんですか安倍内閣総理大臣。 あのこれにつきましてはですねあのまさにこの新型コロナウイルス感染症を対象とするということで改正をお願いをしたいとこのように考えているところでございます。森優子さんその部分だけですか。安倍内閣総理大臣まあそれを可能とするというように改正するべくですね今検討しているところでございます。森優子さんじゃこの政府行動計画はそのまま使えますね。安倍内閣総理大臣 あの当然、そうなれば、この中にあるまあ行動計画等々のところと、そして緊急事態宣言等々についても、それは今、新型コロナウイルスではなくて、新型インフルエンザに対して定められているものが、新型コロナウイルス感染症にも適用できるという形で改正をしたいと考えております森友子さん、えー。まあ、新型コロナ ウイルス感染症をこの、えー、ややこしいんですが、どう,どうして私、ちょっと間違っちゃって、新型インフルエンザ等対策特別訴訟特措法に適用すれば、えー、できることは本当に、まあ、ほとんどのことができるということで、まず、この政府行動計画に基づけば、今現在の日本はどのフェーズだというふうに判断されますか。 加藤厚生労働大臣失礼しましまたあの新型インフルエンザ等対策,促進対策特別措置法は、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、新型インフルエンザ等の発生時において、 国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済のおよび政権が最初になるようにと目的として制定されております。でその上で、ご指摘の感染の発生フェーズ、まあ、いわばフェーズといういありますが、新型インフルエンザ等対策特別措置に基づく行動計画において、これが定義をされておりまして、例えば、国内いずれかの都道府県で患者の接触歴が疫学調査で終えなくなった状態を、国内感染期と定めております。 で現在の新型コロナウイルス感染症の発生段階がいずれに該当するかについては、これは専門家の意見も踏まえる必要があるというふうに思いますので、正式な判断を今、私がお示しするのは適切ではないと思いますが、現状を申し上げると、すでに複数の地域において、感染経路が明らかでない感染例が報告はされておりますが、 現在、それぞれの都道府県において、積極的疫学調査が実施されているというふうに承知をしているところであります森ゆうさん感染研の県、えー、所長さんも来ていただいておりますけれども、この特措法、きちっとフェーズを定義づけております。えー、現在はその定義でいえば、国内のいずれかの都道府県で、新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で終えなくなった状態。 えつまり国内感染期に当たるのではないですか国立感染症研究所長は北隆次君、はい。お答えいたします。ただいま大臣がお答えになったとおり、あの都道府県には各自治体において、現在、感染が発生しておりますけれどもあの、各保健所等におきまして、その接触者等を追跡をして、現在、リンクを追っているという状況でございます。 森ゆうさん国内感染期っていう判断はいつ、どこでするんでですか、はい、脇田脇田さんでしょう脇田研究所長、はい、あの専門家会議におきましては、あの現状を把握するという意味で、その各所で起きているクラスターの追跡状況を判断をしております。 でそれであのまあフェーズにつきましては、現在のところ、議論をしていないという状況でございますいい森友子さんあの。この行動計画には、フェーズ判断の定義もありますし、それに基づいてやる対策も細かく書いてあるんですね。だから、えー、きちんとどのフェーズなのかということを判断しないと、そのときにやるべきことを、 実施できないんじゃないんですか、いつ判断するんですか加藤厚生労働大臣あの先ほどのご答弁は、この新型インフルエンザと対策特別措置に基づく行動計画をもと用いながら、そのこ,これ、新型コロナですから、インフルエンザと当然違ってまいりますんで、えー、そのまま当てはめというのは、今、新型コロナウイルスについてはと、とりあえずフェーズの。 定義もしておりませんからただ、新型インフルエンザについて、国内発生期はすべての患者の接触歴を疫学的に終える状態、新型インフルエンザですよ、それから国内感染期については、国内のいずれかの都道府県で新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追えなくなった状態というふうに書かれていることを踏まえると、 現状は先ほど申し上げましたが、それぞれの都道府県においては、積極的疫学調査が実施されている、こういう状況になっているということであります森裕子さん、まああのね。リスクコミュニケーションの話を昨日から私、してるんですけど、ちょっともっとストレートに答えていただかないと、みんなが正しい情報を、ちょっと飛ばし,飛ばして、ちょっと先の質問ね、総理、あのこの特措法を適用するということですよね。この特措法には その法律に基づいて国内行動計画があり、さらにはそこにマニュアルがついております、えー、リスクコミュニケーションについて、どう書いてありますか、ガイドライン。 はい、加藤厚生労働大臣、えっと。新型インフルエンザ等対策ガイドラインの23ページに書いてあるところで、えー、ございまして、これ読み上げますか、はじめにというところ、ね、エクティあそこに書いてあるところであります森裕子さん、総理、感染症、蔓延させないで。 何とか緩やかにして終わらせるためには、国民が正しい情報を理解しなければならないんです。このガイドライン、リスクコミュニケーションの重要性、これについてはじゃあ、どのように認識されてますか。安倍内閣総理大臣、まあこの、えーまあ、リスクコミュニケーションについてはですね、えーまあ、これはあの、 国民の皆様に感染症の基本的な知識や予防策などを正しくご理解をいただき、またネット上などのデマや誤った情報に惑わされることのないよう、新型コロナウイルスにかかる患者の発生状況や感染予防策などの基本情報について、官邸や厚生労働省のウェブサイトを通じて情報発信を行っているということでございます。ま,あまさに 国民の皆様にこの新型コロナウイルス感染症のについて、正しく理解をしていただき、どのような行動を取っていけばいいのかということについて、分かりやすく説明をしていくことが重要であろうと、このように考えております森由佳さん。総理、このね、特措法、これを適用する野党の協力を得たい、この後党首会談されるようですがこの、そもそも特措法ってどういう、何のための法律ですか。 この法文上の問題じゃなくて、どういう、えー、なんて言ったらいいのかな、正確の法律だというふうに、安倍内閣総理大臣。あこの、えー、法律についてはです、ねえー、新型インフルエンザ等対策特別措置法はです、ね、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、まあ、その発生時において、えー、国民の生命および健康を保護し、 そして国民生活および国民生活、国民経済に及ぼす影響が最長となるようにすることを目的として制定されたものであります森友子さん、まあ。つまり危機管理の法律だっていうことでよろしいですか安倍内閣総理大臣。まあこれはあの今申し上げたようにですね。 国民の生命及び健康を保護し、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定されたところでございまして、あのいわばそうした感染症の拡大によってです、ね、国民の健康や生命に、 大きな影響が及ぶことを防いでいくということを目的に、そういう状況が起こったときに、そういう目的で作られたものだろうと思います森子さんだから一言で言えば危機管理の法律でしょう、う違うんですか安倍危機管理の法律というか、危機管理全般ではございませんが、今言った目的、い,い,いや、危機管理って他の。 危機管理ってたくさん危機管理がありますから、危機管理の法律というと、危機管理全般にわたるということではなくて、まさにこうした新型インフルエンザにおいてです、ね、危機管理的な対応をしなければならないということのために、これはいわば必要となる法律であろうと、こう考えております、はい、森子さんあのリスクコミュニケーションのガイドラインには、広報官を定めるというふうになっております。こののコロナウイルス対策についての 政府の広報官はどなたですか安倍内閣総理大臣。あのまだこの特措法をです、ね、新型コロナウイルス感染症にこれ適用できるという状況になっておりませんから、この新型インフルエンザ特措法上のです、ね、広報官ということは、法的な意味での広報官ということは決まってないわけでございますが。 まあ政府において、さまざまな情報を発信していく上において、官房長官、あるいは厚労大臣から、そしてまた、時には専門家の皆様から発信をしていただいているということでございます森友子さん。はい、いや、これをそのまま適用するだけなんでしょう、うそのための改正をするだけなんでしょう、うその前提に立っての質問を作って通告してるのに、もうちょっと、なんて言ったらいいのかな、協力を頼む側なのに。 なんですか、その答弁は。まあいいです、じゃあ、特措法に基づいて可能となる政策、対策があります、で政府行動計画に基づく各対策、検討、そして準備を各担当府省でやっていると思いますけれども、答えられる方、もうこれだけやってますという、どうぞ、じゃあ、文科大臣萩生田文,文部科学大臣。 あのこの法律に照らしてということではありませんけれども、ご案内のとおり、えー、総理の要請を受けまして、全国の小学校、中学校、高等学校、えー、特別支援学校のお一斉休校を要請したところでございますそれだけですか森井ゆう子さんあ、ま。農林水産大臣 新型コロナウイルス感染症につきましては、農林水産省新型インフルエンザ等対策行動計画、これは平成30年4月1日のものでございますが、これも参考にしながら、ですね対応体制の整備、それから発生予防のまん延防止、国民への食料の供給の観点から対応を進めてきたところでございます。具体的には 対応体制の整備について、私が法務長を務める新型コロナウイルスに関する対策本部と、1月の30日に成長いたしまして、おととい、それから今日の夕方にも開催する予定であります、それらのさまざまな課題について議論をした上でで、すね方針の決定を行って、所管業界等にも正確な情報提供、を共有を行っていきたいと、その他、その他ですね、食料の生産現場の状況とか、そういったものについても調査を進めてまいる予定でございます。はい 消費者庁としてはです、ね、政府の行動計画において、えー、国民に対してです、ね、食料品、生活資金等の購入にあたっての消費者としての適切な行動を呼びかけることとなっておりまして、消費者庁としても消費者に対して、冷静な対応の呼びかけを行うことにいたしておりまして、現在でも特にマスク等については、 風邪や感染症の疑いのある方等に届くことは重要であり、消費者の皆様に冷静な対応をお願いするとと,ともに、転売目的の購入は望ましくない旨の呼びかけを行っております。今後ともです、ね、関係省庁と連携をしまして、消費者に対して必要な情報、ね、発信を行うなど、必要な対応を取ってまいりたいと思っております梶山経済産業大臣。 経済産業省としましては、新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、この法律に基づく国内発生早期における経済産業省の主な役割としては、 国内での蔓延を防止するため、所管の事業者に対して感染症対策の徹底を要請すること、国民生活や経済の安定のため、国民に対し、生活必需品等の購入にあたり適切、適切な行動を呼びかけるとと,ともに、事業者に対し生活関連物資の価格が高騰しないよう、買い占めや売り,売り惜しみが生じないように要請すること。 買い占めや売り惜しみが生じないよう調査、監視をするとともに、必要に応じ、事業者団体等に供給の確保などの要請を行うこととなっております。なお、現状の対応としましては感染防止の、感染拡大の防止に向けた取り組みとして、時差通勤やテレワークの推進、人が集まるイベントの自粛等について、所管の948団体に対する働きかけを実施、またマスクやトイレットペーパーなど、品薄状態を踏まえて、 厚労省や消費者庁と連携しつつ、消費者への呼びかけや事業者への買い占め防止への協力要請なども行っております、さらにホームページやツイッターを通じて、通じて広報等も行っているところであります森ゆう子さんあの先ほどから、えー、話題になってます、マスクの問題なんですけれども、これ、あのえー、特措法のポンチ恵を見ていただければ、あの特措法適用されていれば、 まあこれは緊急事態宣言をしたときなんですが、特に、あのいわゆる生活二法、これを活用して、えー、国民に必要な、特に医療の提供するための、そういう物品を <laughs> しっかり確保するという対策が騒がれなくても進んでいたはずなんですよね。でこの担当は消費,者たんあの消費者担当大臣なんですよ。えー、江藤大臣、いつこの対策、 役所に指示しましたか。えっと担当大臣、えー、生活二法は二つあります。一つはあの生活関連物資等の買い占め及び売り惜しみにか、えー、対する緊急措置に。 関す,る法律でございますこれはですね、えー、いわば、えー、生活関連物資の価格が異常に上昇しまたは上昇するおそれがある場合において、えー、買い占め、売り惜しみにより物資を多量に保有する販売業者等に対して、売り渡しの指示を行うものでありますということになっております、えー。今から、今一つの法律はですね、 国民生活安定緊急措置法でございまして、物価が高騰しまたは高騰する恐れがある場合において、生活関連物資の価格が著しく上昇しまたは上昇する恐れがあるときに、生活関連物資を指定し、そして標準価格以下での販売の指示を行うものであります。でこれについてですね、今、私どもは、えー、現実はですね、 えー、店頭販売が9割で、インターネット販売は1割でございます。このインターネット販売についてですね、えー、この高額の転、えー、売を行わないようにです、ね、今、指導を始めているところであります。えーえー、現下のです、ね、マスクの品薄状態は、まあ、先生も、えー、おっしうと、関係でもご承知のとおり、供給量の確保が重要でありまして、厚生労働省、び経済産業省から、えー、業界団体に、 増産の要請が行われております、えー、その先般の緊急対策に基づく増産支援などを実施しているところでございまして、消費者担当大臣としてもです、ね、今後とも、えー消費えー、関係省庁と連携し、マスク等の需給動向について注視し、必要な対策を取ってまいりたいと思っておりますなおコロナ禍のの生活第2の方にあります。えー 国民生活安定緊急措置の中にあります,です、ね、地域の要件については、すでにこれ、北海道で,です、ね、これだけ広がっておりますので、政府としてもです、ね、この対策を始めて、今、売り渡しを要求するということをやったところでございます、えっと。正確な指示をどうしたかということは、ちょっと日にちの関係はもうちょっと調べさせてください。森ゆうかさん 私はせんあのずっとこういう対策を、この法律に基づく、まあほまあ、そもそも特措を適用してくださいといろんな場面でお願いし、えー、そしてそれに基づくマスクであるとかね、えー、いろんなものをきちっと国民に提供するように要請したんですけど、拉致が開かないので、消費者庁に先週聞きました。大臣にからこのお生活法にに基づく、えー、対策を講じるようにそういうそい指示は 大臣からなされましたか？お答え、メールでいただきました。現時点では指示を受けておりません。これ私もシビレを切らしてメールで確認し回答をいただいたのは先週の2月27日です。もうみんな困ってるのに何もやってないじゃないですか。違うんですか？きちっと指示出したんですか？えっと担当大臣。 今えっと生活二法の方のですね関係の国民生活安定緊急措置法に基づいてですね取れる一つの措置は地域のところがすでに解放されたところでございます。あとですねまあ総理からもですねこういうことに関しましてはあらゆる手段を用いて生活質疑の円滑な供給を行うために具体的な対策を 行ううという発言がございまして、それを受けまして、今、消費者担当大臣としてもです、ね、関係省庁とも連携し、各種生活関連物資の需給動向を注意しながらです、ね、必要な対応を取ってまいりたいという具合に思って、今、関係省庁とも連絡を取りながらです、ね、これについての対応を決めようとしているところであります森ゆうさんあ。検討してるって、いつまで検討してるんですか。 転売対策とか、そのための緊急の立法とか、そういうことは指示出してないんですか、それを検討するようにとか、これ、消費者庁が担当なんですよ伊藤担当大臣今あの、お話申し上げましたようにです、ね、インターネットで全体のですね約9%ぐらいが。 ここでの取引が行われておりますあのマスクの場合ですね、だからドラッグストアと、これ、インターネットでですねどういうところで売られているかといいますと、ドラッグストア等のネット販売、それからリサイクル業者さんたちがです、ね、これ、引き取っていることの販売、それから個人がですね販売含まれておりますで、こういうことについて、ですね今お話ございましたがです、ね、事務的にですねこういうことについて検討してもらいたいということで、今、各省庁ともですね検討に入っているところでございます。 確かにです、ね、今ま、えー、で、買、えー、ってご指摘されたようにです、ねえー、大半を占める9割以上を、91%を占める店頭販売ではで、ね、現時点では著しい価格上昇は見られていません、インターネット上ではで、ね、一部、高額転売も見られている状況でございますので、これについてです、ね、現在。えー 現在、今後ともです、ね、関係省庁と連絡取り、事務的にはです、ね、これについて早急に検討してもらいたいという指示を出してるところであります森ゆう子さん。いつまでに何をどうするんですか、国民の皆さん、みんな困ってるんですよ、さっきからずっとマスクの話あるでしょ、医療関係者、できないじゃないですか。 介護、現場も、保育の現場も、障害者、学童、さっき、要望が上がってきてるじゃないですか、いつまでに何をするんですか、何が必要だと思うんですか、まだ検討している段階なんですか。えってつまですの担当大臣今あのマスクにつきましてもですね 政府を挙げて、各業界団体にもです、ね、ご承知のとおり、マスクの増産についてです、ね、これだけのお願いをいたしております、でこれがです、ね、ちゃんと行き渡るようにということで、まずはご承知のとおり、北海道という地区においてやりました、それからそういう状況でございますので,です、ね、できるだけ早くこれを検討したいということで、今、数日前からです、ね、これ検討に入っているところでございます。 森子さん、はい、指示をして、今入、入っていただいているところでございます森井子さん。総理、担当大臣、こんな答弁なんですけど、これでいいんですか、ここ1、2週間が山場なんじゃないんですか、マス,マスクがでなくてみんな困ってるのに、担当大臣がこれですよどう、なんとかしてください、対策本部長として安倍内閣総理大臣。ええ マスクにつきましてはです、ね、この現状の認識については、これは森先生と同じでございますが、この中において、そもそもこのマスクの供給において、多くを中国に依存していたという事実があります。その中で、生産量、限られたこの生産力の中で、それを最大限に発揮していただくように業界にもお願いをしている。 またその中で、例えばすでにもうこういうマスクを作るのやめようというところにもお願いをして、この増産をお願いして、売れ残った場合は、この備蓄としてですね国が買い取るということも申し上げながら、増産をしている、ただ、増産をしてもですね追いつかないというところにおいては、医療機関、あるいは介護施設、保育所等々、どう優先順位をつけて、しっかりとそこに供給をしていくのかということでのご指摘も、森先生からも頂きました。 そういう優先づけ等についてもです、ね、優先づけをし、そしてそこに統計をしていく、これはの厚労大臣を中心にしっかりと対応していかなければいけないと、輸送力も含めてでございます、そういう対応もしていかなければいけないで、さらには、これはの江藤大臣の方からもお話をさせていただきましたが、一部の人たちがたくさん買って、それをネット等で高額に売っているのではないか、いわば転売を目的として大量に買っているのではないか。 それに対しての対応についてもです、ね、これは支給対応しなければいけないということにおいて、今、この対応の仕方どのような手段を作って、対応を強制力を持って対応することができるかどうかということも含めてです、ね、今、早急に検討をして、今詰めをしているところでございます森友子さん。これ、ずっと先週から言ってるんですよ、今、解説いただいたことは。もう具体的に提案し 何とかするように言ってるの、ずっとですか、検討中。で、10年前のマスク、使えるんですか加藤厚生労働大臣。マスクの品質が保証される期間については、当該マスクがどんな種類なのか、どんな状況で保管されていたのか、一概よって異なるため、一概にお答えすることは困難であります。 あのメーカーなどからの情報によると、製品によって数年程度の使用期限が、なんうですかパッケージに書いてある事例もあるというふうに承知をしております。ただ、のこの間、平成16年の新潟県の中越地震の際に確保して、新潟県が確保していた。 マスクがですね確か7万か8万あるということでそれを使ったらどうかというご提案をいただいてそれについては私ども調べてあこれは使えるということでいただいてそのうちの1万枚は神奈川県に提供しさらに残余の部分もですね必要なところに配布するつもりであります森優子さんはいそのマスクすぐ配布してくださいもういろんなところで困ってるんです小規模の事業所で 早く配っていいたただきたいそしてあの福山さん、質問されませんでしたけれども、先日の福山さんの質問に対して、国におけるマスクの保有枚数、もちろん財務省、法務省はこれ、税関、検疫ありますから、放出できないかもしれませんけれども、結構あるんですよ、合計743万1300枚の備蓄、えー、等々ですね、それからこの間のダイヤモンドクルーズに使ったやつ、9万枚の残り、 これどうやったらかき集めて、その困ってるところに今すぐにでも配達できるかと、そういうテーマなんですよ、総理、これ、何とかしてもらえませんか、と取りに来ていただくのか、みんなで手分けして、災害のときとかそうなんですよ、そういう状況なんですよ、どうしたらいいと思います、こういう今の在庫がある、持ってる人がいる、各自治体も持ってると思いますよ、備蓄。 それを今どうやって本当に困っている現場に届けるか、具体策を聞きたいんですよ、総理。どうしたらいいと思いますか、それ指示していただけますか、今すぐっていうことで。厚生労働省、吉田伊勢局長。お答えいたします。あの政府におけるマスクの備蓄量、およびそのどの程度、今ご指摘いただきましたように、医療機関などに提供できるかということにつきましては、 政府全体として各省庁の調査を行っているところでございます私ども厚生労働省といたしましてはこれと並行して各都道府県が備蓄されている状況あるいは各都道府県を通じてどのようなニーズがあるかということを把握させていただいてその都道府県の備蓄とニーズの間をマッチングする優先供給の仕組みを2月の終わりから動かしておりますそのようなのも参考にさせていただきながらこの国の備蓄についても政府の中でご協力を求めて必要なところに届けるように 対応してます森ゆう子さんまあ、そうは言いながら、毎日このお、えー、クリニックでもうあと1枚しかないとか、そういう、さっきのね、報告でも、もうないんですと、えー、扱いあの子どもたちは預かれません、高齢者預かれませんという、それを解消するにはどうしたらいいのかっていうことを、すぐに実行に移していただきたいんですよ、総理。 安倍内閣総理大臣。このマスクについてでございますが、先般の緊急対応策に基づいて、増産支援などを行い、例年の需要を上回る供給を確保しておりますが、このがん患者も含めまして、重症化のリスクの高い方々に行き届くように、今、取り組みを進めているということであります。 また医療用のマスクについても先週から備蓄が不足する自治体や 在庫の不足する医療機関に対して、優先的に供給を行う仕組みをこれ、開始をしたところでございます。でさらに、まあ、委員がご責任になった、まあ、政府として持っているじゃないかと、しかも医療用も随分あるであろうということでございますので、吉田局長から答弁をさせていただきました、もちろんまあ政府として緊急的な事態において、政府機能は維持をしなければいけないということの中で、果たして何枚必要があるかどうかということも含めて、これはの確認をする必要があるわけでございますが、いわばこれは、 まあ総力を挙げて、しっかりと供給できる体制を作っていきたいと、できる限りこり優先順位をつける中において、できる限り供給していきたいと、こう考えております森友子さん。すみませんあの、ちょっと総理の口からもう一回答えていただきたいんですが、政府の備蓄は今、何枚ですか、この資料森局長、はい、吉田局伊勢局長。 お答えいたしますあの先ほどの答弁と繰り返しになって恐縮でございますが、政府全体のマスク等の備蓄数あ等につきましては、現在、各省への調査を行わせていただいている、政府全体で行っているところでございます出てる吉田一輔局長。 失礼いたたししましたあのご質問の中の国における眉、マスクの保有数につきましては、現時点、把握をしているところで、各省庁合計で、えー、743万,、えー、万1300の枚数を把握してございます。えー、引き続き、えー、このような形で医療機関に提供できるかについては、政府の中で検討させていただきたいと思います森友子さん。 いやだから、備蓄っていうのは、こういう緊急事態に使うために備蓄してるわけでしょ、なんでそれ今、放出しないんですか、いや、みんなに言って言いませんよ、あの現場で、どうしても必要なところに、なんですぐ放出されないのか、それが分からない、いや、持ってますって、それがかどうやって活用できるか、今、検討してますっていう、どうしたらいいんですか、これ、これ、使ってもらう、これを。 本当にどうしてもない現場に使ってもらうっていうのを、何とかしてもらえませんかって聞いてるんですよ安倍内閣総理大臣、なのかあのまあ、これはあの、まあ、どういう備蓄かという正確の問題でもありますが、まあ、いわばいざというときに医療機関や一般の国民の皆様に、あの放出するための備蓄ではなくて、基本的に各省,省庁がです、ね、そういう事態になったときに、各省庁で、あるいは現場で必要なものを備蓄をしているということでございまして。 やはばこれ外に出すことをこの前提にしているのではなくて、各省庁がやはりそれぞれの省庁において、そういう事態において必要,の必要な枚数を備蓄をしているということであります。ですから、現場を持つ省庁は大変数が多いのでございますが、その中で、ですねその中でさらにこのそうした極めて需要の高いところに出すことができるかどうかということについて、吉田局長からお答えをさせていただいているというころでございます。 森由子さん、いやとにかく今日一枚もないって言うと困ってる現場があるのよ。それを何とかしてほしいわけですよ。それもうすぐやっていただきたいというふうに思います。えー、それで、えー、感染症、えー、研究所の所長さんにお願いしたいんですが、今最新の知見、まあ大変厄介な感染症であるということなんですが、ちょっと。 最新の知見、WHO の見解等々も含めて、教えていただけますか。秋田研究所長、はい、お答えいたします。3月2日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議におきまして、新型コロナウイルスについて議論をいたしました。で一般的な状況における感染経路は飛沫感染、接触感染であり、空気感染は起きていないと考えております。 ただ、その閉鎖空間におきまして、近距離で多くの人と会話をする等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがあること、それから症状が軽い人から感染が拡大し、中でも若年層は重症化する割合が非常に低く、感染拡大の状況が見えないため、結果として多くの中高年層の方々に感染が及んでいると考えております。 また、これまでに国内で感染が確認された方の80%ぐらいの方は、他の人に感染をさせていないということも確認をいたしました。で一方で、残り20%の方が、屋内の閉鎖的な空間で人と人が至近距離で一定時間以上交わることによって、患者集団、いわゆるクラスターが発生する可能性があること、そして感染が確認された症状のある人の約80%が軽い症状であり、 14%が重症になり6%が重篤となるということでありますえっと、それって重症化した方も約半数は回復をしております高齢者基礎疾患を有する方では特に重症化しやすいということなどの特徴を持つということを議論して確認をしておりますただその新型コロナウイルスに関しましては現在もまだ不明な点が多くありますので引き続き医学的な試験を収集して 皆様に適切な情報をお伝えしてまいりたいと考えております子どもから大人へっていうのはほとんどない、えー、あるいは、えーまあ、中国の報告ということなんですけど、家庭内での感染があの、まあ、多かったということで、えー、ちょっとお聞きしたいんですが、今回の,あの全国一斉休校要請というのは、あの科学的に、 この感染を防ぐ相当の効果があるというふうに専門家会議では考えていらっしゃるんでしょうか牧田研究所長、はい。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症につきましては、閉鎖空間において近距離で多くの人々と会話するなど、一定の環境があれば、咳やくしゃみがなくても感染を拡大させる特徴があるということになります。 でまあ、感染拡大を防止するためには、そういった環境を避けるということが重要ですで。学校閉鎖につきましては、例えばインフルエンザにつきましては、感染拡大防止に有効であることがこれまでも報告をされてきていますで。新型コロナウイルス感染症が未成年者においても一定の割合で発症するということがあの予測されておりますので、まあ、それを踏まえますと、学校閉鎖におきまして、未成年者の感染を 防ぐということに関しては有効な対策の一つというふうにそのように考えております。で、あのまあ、教育機関等にあの 2, 2月24日にですね、その専門家会議の見解というものを発表させていただきましたけれども、まあ、そこにおきまして、教育機関等において、それぞれの活動の特徴を踏まえて、集会や行事の開催の方法の変更、医療方法の分散など、できる会議りの工夫を講じることということを、 えと表明させていただいたただところでありますで、まあ、このような全国一律の休校要請につきましては、えー、今回はまあ初めてのことでありまして、その有効性については、感染者の推移等を踏まえて、えー、今後の検証が行われる必要があるというふうに考えております丸さんあのこういう感染症対策に本当に効果があるかどうか、AI を使って研究をして、あらかじめこの、えー、対策を組み合わせれば、 感染を拡大を封じ込めるというような研究、数値モデルを使った、ねえー、研究をされている研究者もあると思っておりますけれども、本当に、だってあの学校休んで、えー、より密集した空間の放課後児童クラブとか、より密集した空間の、えー、ところにおうちの中でずっといるとか、えー、また繁華街に行ってしまうとか、いろんなことが出てきているので、あの本当に、 あの効果があるのかどうか、あの総理はなんか昨日でしたか、えー、スペイン風邪の100年前の話を持ってこられたんでしたっけ、いや、それも悪くないんですよ、歴史を検証するのは。まあ、しかし、AI を活用して、本当に効果があるのかどうか、検証すべきじゃないですか、本当に効果のある対策を講じるべきじゃないですか、えー、専門家検討会議の中に AI 等を使って、効果のある対策を。 検証して提言できるような、そういう専門家を新たに加えるべきじゃないですか田研究あの現在の専門家会議の中には、感染症の数理 モデルを,作った、えー、を使いました専門家がおりますので、まあ、そういった数理,数理統計にもと基づきまして、その若年層に一定の感染が今後、予測されるということを述べておるところでございます森生優子さん。いや、だからあの、ストレートに言ってもらえますか、全国一斉休校は、その専門家は検討してないんでしょ。秋田研究所長 はい、その一斉休校の効果ということに関しては、必ずしもあの議論はし,しておりません森友子さん。だからね、こういうのはきちっとエビデンスをもとに、相当な影響がもうこの間、出てるわけですから。ということで、えー、もう経済に対する影響が大変なんですが、総理と日銀総裁に伺います、この経済の影響、あるいは雇用への影響、 現状認識、そして今後の想定、今後の想定につきましては、いろんなパターンがあると思いますので、複数でも構いませんが、お答えいただきたいと思いますどちらかないや、日銀総裁、黒澤春彦君。まずあの、新型コロナウイルスの感染拡大が、 我が国経済ににいいくつかのルートで影響を及ぼすすとううふうに考えております第一に、中国などへの輸出に対する影響、第二に、サプライチェーンを通じた生産活動への影響、第三に、中国人訪日客を中心とするインバウンド需要への影響、第四に、国内における外出自粛などに伴う個人消費への影響でございます。 現時点で定量的な評価は難しいわけですが既に中国からの訪日客は大きく減少しておりまして大手百貨店売上高が前年比かなりマイナスになっておりますすでに影響が見られているというふうに認識しております、えー、その上でまあ、今後の全体への影響というのはまさにこのコロナウイルスの感染拡大が どのようにまあ収束されるかということによるわけでありまして、具体的に数字で申し上げるのは難しいと思いますが、日本経済全体は基本的に、堅調な設備投資とか、積極的な財政支出で支えられているわけですけれども、昨年の10月、12月の成長率は、海外経済の減速、あるいは 消費税率引き上げ、自然災害などの影響が加わりまして、大きなマイナスになったわけです、さらに今年の1、3月についてもです、ね、自然災害などの下押し圧力は薄れるので、回復すると考えていたわけですけれども、まあ、今や新型コロナウイルスの感染拡大が、すでにインバウンド消費、あるいは輸出などに影響が出てきておりますし、 今後、さらに長引けば、まあ、生産活動などにも影響が出てくると、特にこの中国経済のプレゼンスが大きいということとか、まあ、消費者マインドへの波及のリスクなどを考えますと、まあ、影響が大きくなる可能性は十分に認識して、意識しておく必要があるというふうに考えております。したがって、えー、日本銀行としても、お経済の動向お金融市場、金融資本市場の動向、 を注視し、まあ、必要に応じて適切な対応を取ってまいりたいと考えております安倍内閣総理大臣。あの認識については、黒田総裁と認識を共有しているところでございますが、インバウンドがですね、の減少による影響、またあるいはサプライチェーンが与えている影響、そして中国の減速。 また、これはのヨーロッパにも感染が広がっている中において、世界経済のがどのような影響を受けるかということについては、十分に注視をしていかなければならないと、このように考えております。まあ、その中で 雇用を支えていく上においてです、ね、しっかりと対応していきたい、26円の総合経済対策を着実に実施をしていくとと,ともに、まあ、世界経済の動向も十分に注視しながら、インパクトに見合うだけの必要かつ十分な経済財政政策を行っていく考えであります森友子さん。はい、あのリーマンショック、あるいは3.11東日本大震災、そのとき以上の経済への大打撃が起きかねない状況ではないか。 本当に大変な状況ですよ、みんな、もう、仕事がない、どうやって食べていったらいいんだろう、そういう相談来ますよ。だから、何とかしなきゃいけないと思うんですが、OECD は、日本の成長率も0.2%に鈍化するとの見通しを示した、世界経済は2.4%に減速ということで、もっとなんていうのかな、あの我々は、この本予算修正して、もっと大幅な、 二千何百億とかっていう話じゃなくて、え雇用と経済をしっかりとあの維持していかなきゃいけないと思うんですけれども、これ、予算修正するお考えがあり,ありませんか無理内閣総理安倍内閣総理大臣、はい委員長あの、先ほど申し上げましたように、えー まあ先般の補正予算によってです、ね、の成立によって可能となった26チェーンの総合経済対策を着実に実行していかなければならないと思います。そして来年度予算も含めまして、まさに経済のステップでリスクにあらかじめ備える予算、補正予算を組んでおりますので、着実な実施がまず求められているんだろうと思います。そのの上ににおいいいててて、ね、状況をを注視しなながら必要な対策を取っていきたいとこのように考えています森子さん あのえー、昨年の補正予算、そして、えー、来年度の本予算は、コロナ対策ないんですよね、コロナ対策、大規模に必要なんじゃないですか、あのちょっといきつ通りして申し訳ないんですが、改正するとしたら、追加に、えー、追加する項目、特措法に追加する項目は何かあのお考えありませんか、必要だと思われるもの。 安倍内閣総理大臣あの、えーまあ、政府としてはです、ねえー、あらゆる可能性を想定をして、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施や、それに伴う施設利用制限の要請、 緊急物資の運送要請など、新型インフルエンザ等対策特別措置法に盛り込まれた、そして同等の措置を講ずることが可能となるように、立法措置を早急に進めているところでございます。ま,あ、まさに、えー、森有子委員がです、ね、これを適用しようとこう、えー あのご主張されていたわけでございますが、この特措法にコロナウイルスを対象として加える、そして今申し上げたことを可能にするために、改正を行いたいと、このように考えているところでございまして、森裕子議員のです、ね、ご,ご見識もです、ね、ぜひあの、生かさせていただきたいと、このように考えているところでございます森裕子さん。えっとですね、損失補填が不十分なんです。 これ緊急事態宣言しますまず緊急事態宣言されますか安倍内閣総理大臣。この緊急事態宣言をするかどうかということでございますが、これはまさに専門家の皆様のです、ね、ご意見をいただく中において、決定をさせていただきたいと、このように思います。でそこで新型 新型インフルエンザ対策特別措置法における緊急事態宣言の要期限はです、ね、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるときとされております。これはもう森委員よ,よくご承知のとおりでありますが、専門家の見解を踏まえれば、まあ、現状まさにそのような全国的な急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際。 のの状況にあるものと認識をしております、えー、特措法が適用された場合は、まあ、こうした要件を踏まえて、えー、事態に適切に対処していきたいと、このように考えております森ゆ子さん。緊急事態宣言で外出自粛、もうあらゆる経済活動、えー、学校やまあホテル、それからスーパーマーケット、いろんなところ、使用禁止になるんですよ。でこの 特措法に不足しているのは、損失補填なんです、休業保障、フリーランス、あるいは事業者の、その損失補填が唯一ないんですね、ここ、医療者にはありますよ、62条。しかし、45条でこの強力な協力要請と、試験の制限があるにもかかわらず、その休業保障、損失補填が不十分なんですよ。 もしどうしても、私はこのままで使えると思いますが、どうしてもあの改正するのであれば、こういう損失補填、休業保償そういうものを財政措置するというものを加えれば、私は改正の意義があると思いますが、総理、どうですか森安倍内閣総理大臣。あのまあ繰り返しになりますが、感染拡大対象のための時間的制約が、 ある中でですね、まずは緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置が実践を可能とするようにしたいとこう考えているところでございます。またあのいずれにとしましても、あの党首、えー、会談を行いながら、まあお話も伺いたいとこのように考えております。森裕子さん、あの休業補償、損失補填。 が不十分一例申し上げますね、あの先ほど来、あの議論になってます雇用調整助成金を活用したり、またその外枠で新たに休業補償のスキームを考えてらっしゃいますけれども、えー、これ、すぐその方たちに届くようにするにはどうしたらいいんですか、新しい休業補償についてのスキーム、そして総額、一人一人の金額、対象見込み人数、教えてください。 加藤厚生労働大臣、あの今それなりについてはあの具体的に積算をしているところでありますから、えー、また積算でき次第ですね、えー、お願いあのまた公表等をさせていただきたいというふうに思います。それからこれあの基本的にはあの給与が支払われて。 給与が支払われて、それに対する補填でありますから、したがって直接行くのは給与を支払った事業者、こういうスキームになっておるわけであります。で、行って当然、まあ、あの雇用契約によって日給の非払いの方、週払いの方、月払いの方がおられますけれども、それは今の、今、 今回の事態が起きる前の状況において、そうした形でお支払いをいただく、まあ、それが前提になって、それに対して一定の金額、8000円、ちょっと正確な数字はあるですけれども、1日8000円いくらまでは全額国が補填をする、こういうスキームになっているわけであります森井子さん。届くのはいつですか、生活者に。加藤厚生労働大臣。 それはあの先ほど申し上げましたように、それぞれのこれまでのように、日払いの方は日払い、週払いの方は週払い、月払いの方は月払いの給与が支払われていく、そしてその支払ったお金に対して、国が公費用の助成をするという仕組みであります森裕子さん。あのこういう経済状況ですから、事業者が申請して、雇用調整助成金等、あるいは一般財源使って、もらって支払うまでに。 その事業がどうなってるかも分からないような状況なんで、私は直接支払い、そういうスキームを新たに考えるべきだと思いますよ、そのためにも、本当に改正したいんなら、そういう項目を入れるべきだと思うんですが、どうですか安倍内閣総理大臣、あの支払いについては、直接支払いというのはあの、費用者の方に国が直接払うということですか。ししかし あのまあ、実際に、費用者の方々がお困りにならないようにするためにはです、ね、確実に費用者の方々に支払われるということが大切なんだろうと思います。まあ、例えば、あのまあ、今回の休,休校に伴って生じるさまざまな課題に対しては、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規・正規を問わず、まあ、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしております。 手当を行いますので、保護者の皆さんへの給与の支払いには、支障が生じないようにいたします。できる限り速やかに体制を、支障が生じないように、できる限り速やかに制度を具体化させたいと考えておりまいや、あの具体化したとしても、雇用調整助成金などを使って、事業者が申請をして、そのお金、 がが入ってくるまでにはタイムラグがありそしてこの経済状況ですから、事業者自体が給与を払うと、それが入ってくるのを見込んで、ちゃんと休業保をするということが不可能なことが、どんどん起きてきますよ、だから、今までと違う発想できちんと休業保をすると、そのためにはせっかく改正するんだから、あのそれがね、唯一抜けてるんです、これは浜田さんが、この法,法改正の,あの法律の制定時に、公明党の浜田さんが、 質問している内容なんですよぜひ検討していただきたい、本当に必要ですよ。はい、総理、時間来ておりますあのえ建設的なご提案をいただいたと、感謝申し上げたいと思いますが、あの基本的にです、ね、給与については先ほど申し上げたような形で手当てをするのでございますが、そしてその、こういう事態に対して、事業者、事業主の方々がです、ね、経営におそらくさまざまな困難を抱えられるんだろうと思いますので、の資金繰りについてはです、ね、思い切った。 あ、この支援をしていきたいと、こう考えております。以上で、森裕子さんの質疑は終了いたしました。うん。 次に、竹谷敏子さんの質疑を行います。竹谷